セリシュホ法オの道門や馬計は、大分県中津市にある山国川の上、中流域及びその市流域を中心とした渓谷。日本三大気象として知られ、日本新三景に選定され、名称に指定されている。やば北栄彦山国定公園に含まれる。新生代第四期の火山活動による、業界岩や業界隠れ木岩、溶岩からなる大地の侵食によってできた木岩の、 連なる絶景である。業界岩や業界格歴岩の山には風色作用や河川の潜屈作用によってできた洞窟も多い。1818 18年に雷三洋が敵筆峰周辺を訪れ、当時の山国谷という地名に中国風の文字を当て、ヤバ系天下ムと監視に読んだのがヤバ系という名前の起こりである。雷三洋がヤバ系と命名したのは、 現在単に、ヤバ系と呼ばれているあたりだけであるが、その後周辺の渓谷についても、ヤバ系という名称が使われ、本ヤバ系、裏ヤバ系、シニヤバ系、奥、ヤバ系などと称している。1916年に、日本新三系の一つに選ばれている。1923年には名称に指定され、1950年に一体が、 やばひたえ山ひこさん国定公園に指定された。名称としての指定地域は、中津市のほか、ひた市宇佐市くす町、九重町を含む。また、2017年には、や、化け遊覧大地に描いた、山水絵巻の道を行くとして、日本遺産に認定されている。日本三大気象の一つと申される。なお、山国谷に、山と、 国の音が含まれること、ヤバは、山と、字型が似ており、山とも読めることから、山大国の否定値をこの地に求める説もあるが、上述のように、ヤバ系という名前は、江戸時代まではなかったのであり、他の面からの研究によっても、その可能性は、低いと考えられている。本ヤバ系のセリ集法本ヤバ系は、青の道門や、セリ集法を中心とする山国側上流一帯。 青の道門は、羅漢寺の前回予想が、参拝客が難所を渡る際に命を落とさないよう、のみ一本で掘り抜いたトンネルで、菊池博氏が、温州の彼方に、を上司したことで、全国にその名を知られることになった。なお、前回予想は水道を開通させた後は利用者から、通行料を徴収したことから、国内初の有料道路とも言われている。現在は、 車道拡幅工事により当時の痕跡は歩行者用通路の一部にのみの痕跡が認められる程度となっている。目立たないが、水道を通らずに難所であった崖側を通るルートが今も残っており、険しい場所ではあるが鎖などを伝って通ることができる。青の道門より500メートルほど下流にある矢場景景は全長116メートル、日本最長の石像アーチ橋である。 アーチは12メートルスパンでやや扁平であり、その西洋的な外観から、オランダ橋との相性で呼ばれる。この近辺には他にも、石像アーチ橋が多く架けられている。ヤバケ橋の1.5キロメートル上流には、橋長89メートルの三連アーチのラカンテラ橋が、また、さらに4キロメートル上流には、橋長83メートルの馬ケ橋があり、 矢場ケーと合わせて、矢場ケ三教と呼ばれる。新矢場ケの一目八景新矢場ケは、山国川支流山、内川支流に位置する渓谷。一目八景が有名。一度に、解剖霊、千人街は、嘘猿山、目を問いは、群猿山、エボシガン、オジカナ霊、ワシノス山の八つの景色が眺望できることから、名付けられた。近くには市議寮、シギリ 深夜馬系などの温泉がある。矢バ系といえば、通常、深夜馬系のことを言う。裏ヤバ系は、近吉川上流の渓谷で楠町との境界に位置する。侵食を受けた岩壁が、屏風のように喫立する。近くには、衣服温泉があり、温泉水を使って養殖したすっぽん料理が名物。立羽田の系がある。奥、矢バ系は、 山国川上流に位置する。サルトビの渓と名付けられた、サルトビ線、つぼが知られる。ヤバ渓、サルトビの王傑群は、天然記念物に指定されている。シーアヤバ渓は、宇佐市と隣接する駅立川支流の、御見川源流付近の渓谷。近隣には竹切れ渓谷という谷底が一枚の、大きな岩盤でできた渓谷があり、シーやヤバ渓に含められることがある。 津波や馬計は、山国川支流の津民側に位置する渓谷。手付け数の自然が残る穴場。かつてはこの他に、羅漢寺や馬計、霊国や馬計、東ヤ馬計、南ヤ馬計があり、これらも加えた十箇箇所の渓谷は総称して、やば重計と呼ばれていた。現在、この四つの呼び方はほとんど使われておらず、やば重計という呼び方をすることもまずない。 コラカンの経立羽田の経流門滝、小滝の経西シーアの滝の経ヤバ経には、数々の絶景が点在しており、総称して、ヤバ六66経と呼ばれている。山国川筋の経八面山の経、後田川筋の経仏坂の経中の佐古の、経セリ手法の経太平山の経県岸、犬走りの経ラカンジの経コラカンの経。 ほら、なるきのけいの小だけのけへとどろきのけい水の、け地蔵峠のけ七千なのけい石んのさんの、けい所が竹のけいさん、うつのけ立りつどまりのけ平田城跡のけいが山のけいえぼしたけのけ水すいのけ大おやしきの、けい天ょのけ敵筆きのけ義ぎおのけ山瀬のけ不動どのけ雲の岩屋のけ深夜んやばび霊国のけいしんやの、 京金雲京の京織戸の京、霊国の京大谷京国の京金、吉谷の京高田京の京、山浦の京衣服の京。日下げずるの京山田の京千岩の京、正木の滝の京、正木の京落合の滝の京川原口の京、のこぎり岩、古峠の京福戸の京一つ子城山の京天の、岩戸の京京岩の京、嘘の京窓岩の京朝峰の京。 サルトビの京念仏教の京一尺八寸山の、京匠の京弓の木台の京坂の上の京鶴が、原の京立羽田の京大藤の谷の京かまどが、岩屋の京清水爆園の京角舞山の京黒岳の、京西ー谷の滝の京流門滝、小滝の京高野堂の京仙岩山の京流仙寺の、滝の京仙の岩の京東ー谷の滝の、京日本各地には、 悲願の刑をヤバ刑になぞらえて名付けられた警告が多数存在する。主なものは以下の通り。これらはヤバ刑が世間にあまねく知れ渡っていたことを示すものである。いずれも日本統治時代に名付けられた。ありがとうございます。